ちは、金黒です。今回はマイク選びで迷う、そんなお話です。私の動画の撮影はデジタルカメラ1台で映像と音両方撮影しています。映像の方はあんまり大きな不満はなかったんですが、以前から音質に関しては少し不満を持ってました。デジタルカメラのマイクだとどの辺の範囲の音を拾っているのかちょっとわからないですが、多分ステレオの範囲で音を取ってると思います。こういう動画の撮影だったら実際私の声だけ拾ってくれるような指向性があればと思いますし、実際編集するときに音を再生してみたら結構私の声小さいんですね。編集で音を上げようとするとノイズが乗ってきますから、以前から動画の音に関しては改善したいなとは思ってました。そして決定的だったのが、忙しかった時に MacBook や iPad で動画を撮影したんですが、その時の音質が本当にひどかったんですね。そこでマイクロフォン選びについていろいろ調べてみたんですが、私が使う環境だと条件一つ目として Mac に直接 USB でさせるっていうタイプのもの、それがいいなというふうに思いました。オーディオインターフェースを使わずにマイクからUSB ケーブルで直接させたら音がクリアだし、編集作業がすごく楽です。そして2つ目は何といっても単一指向性で、できるだけ私の声だけ拾って周りの環境音は拾わないものがいいなというふうに思いました。3つ目は価格をできれば2万円以下に抑えたいというのがあります。そんな私の条件に合いそうなマイクはこの3種類に絞られました。候補の1つ目はオーディオテクニカの AT2020USB+ です。オーディオテクニカはヘッドホンやマイクなどの音響製品に関してはまあ信頼できるブランドだと思いますし、また製造は別だとしても日本製であるっていう魅力があります。2つ目の候補はロードの NT-USB です。このマイクは何といってもデザインがかっこいいですね。特にデザイン性が揃ったポップガードが手前についています。ポップガードはよく見る形としては丸い形でマイクの前に置いてる布や金属製のもので、風切り音などの破裂音や息からのノイズを削減したり、またマイクを湿気から守る役目もあります。そのポップガードがマイクのデザインに合わせてついてるっていうのはすごくかっこいいなというふうに思いました。そして3つ目はブルーのイエティです。このマイクもかっこいいというかデザインが可愛らしいなというデザインをしています。イエティといえばヒマラヤに住む未確認生物なんですが、そのデザインに近いようなこの面白いデザイン結構いいなというふうに思いました。またこのイエティは単一指向性の設定をすると自分の声だけ拾ってくれますが、設定を変えると周りの音を拾ったり、あと手前と後ろ側の2方向の指向性を拾うっていうこともできます。インタビューなんかで向き合って話すときなんかこのマイク良さそうです。この3つのマイクそれぞれの良さがあって、少し前から結構迷って選びきれてないんですが、近々どれか一つに決定して購入したいとは思います。今回はマイク選びに迷う、そんな内容の動画でした。近いうちどれか一つに絞って買おうとは思ってますが、購入したらまたレビューしていきますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。